ほな今日も頑張ろうか。時間が欲しいっていう人はここで一時停止をして考えてみてね。まずは問題文読むから聞いててな。 Sunway Hotel is Kuran, located only 5 miles from Auckland International Airport. 選択肢は Gradually, Conveniently, Rapidly, Occasionally になってるな。ケンタ君、この問題の答えは分かりそう？まず Sunway Hotel is は Sunway Hotel はでしょ。で、Kuran があって、その後のこれってどういう単語だったっけ？Locate やな。 Locate は建物とかを設置する、配置するっていう意味があるんやけど、よく受け身の Be Located、 建物が設置されている、つまり位置している、あるっていう形で使われるな。この文も空欄を挟んで Is Located っていう受け身になってるやろ。なるほど。ということは Sunway Hotel is Located で Sunway Hotel は位置しているなんだね。そういうことやな。で、どこに位置してるんかっていう情報が後ろに続くねん。 OK。 じゃあその後はOnly 5 miles、 たった5マイル from Auckland International Airport、 オークランドインターナショナルエアポートからだから、とか、じゃあ文全体だとホテルは空港から5マイルのところに位置してるっていうことだね。ケンタ君バッチリや。じゃあこの4つの選択肢の中で空欄に入りそうなのは B の Conveniently かな。 Conveniently は便利っていう意味だから、なんか多分ホテルが便利なんだよね。ていうか実は B 以外の単語がどれもわからないから、もう B の Conveniently でファイナルアンサー。おお、ケンタ君根拠がやや怪しいけど正解や。ホーレイ。Be conveniently located っていうのは便利に位置している、つまり便利な場所にあるっていう意味やねん。あ、なるほど。せやから文全体では Sunway Hotel is conveniently located only 5 miles from Auckland International Airport。 Sunway Hotel はオークランドインターナショナルエアポートからたった5マイルの便利な場所にあるになるな。そっか。あ、そういえばいつも忘れちゃうんだけど、1マイルって何キロだっけ？1マイルは約 1.6 キロやで。 1.6 キロなんだね。ということは5マイルは1.6×5 だから 5,6,30 で 5,1 が5足すと80。そっか、5マイルは80キロだね。いや遠い遠い、5マイルは約8キロやで。空港から80キロのホテルはもう conveniently located と違うやろ。テヘペロ。確かに。いや、テヘペロって口で言うやつどこにおんねん。というわけで残りの選択肢の意味はピョタ君任せた。お、オッケー。 A の gradually は徐々にやな。ほうほう。 C の rapidly は急速に。ふんふん。で、最後 D の occasionally は時々やで。なるほど。でもこの3つはなんだか覚えられる気がしません。まあ復習は単体で覚えるのは難しいからな。またどっかで出会った時に覚えたらええと思うで。そうだね、オッケー。じゃあ今日のまとめ。この問題の正解は B の conveniently で、Sunway Hotel is conveniently located only 5 miles from Auckland International Airport だね。Conveniently は便利にっていう意味。Be located は位置している。Be conveniently located だと便利な場所にあるになるんだね。今日はこんな感じかな。じゃあ、ケンタ君お疲れ。また次回も頑張ろうな。はい、頑張ります。じゃあみんなまたね。バイバーイ。